さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日のイカライフ動画こちらになります。ジャガーの F タイプになります。しかしこれ F タイプでも単なる F タイプではなくて SVR になります。ジャガーのもう最強最速モデルになりますね。はい、ちょっとまずは外見からいきましょうか。もうこの辺りのカーボンとかの仕上げもですね、ちょっと違いがありますね。でさらに相当前空力考えて低いですね。もうこれ擦ってもいいようにスリ板になってますね。これ結構ゴム板、厚いゴム板でできてますけれども、まあでもこれがあるとなしで空力性能が結構変わりますので、こういう形でつけていますね。もうこれはもう確実に擦りますね、この低さは。ホイールは20インチです。ノーマルの F タイプもスポーティーモデルで太いタイヤ履いてるんですけど、それよりも10ミリずつ太くてですね、265/35/20インチです。で、その中にはジャガーのセラミックカーボンブレーキが装着されております。かっこいいですね。めちゃくちゃ止まるんですよ。はい、この辺りもカーボンで、はい、エアアウトレットがついており、はい、ミラーもカーボンです。で、ルーフもカーボンです。軽量化ですよ。ここもカーボン、エアアウトレット、はい。リアタイヤはこれ四輪駆動です。まあとは言ってもリアの方が太くて305/30/20ですね。はい、めちゃくちゃ太いですねタイヤ。はい、メインブレーキとサイドブレーキ用のブレーキですね、はい、があります。パーキング用のブレーキが装着されております。そして後ろからの見た目はドン、すごいですよね。この左右2本出しマフラーでディフューザー形状を真ん中はしております。はい、この奥にこれバルブがついてますよね。なので内側はメインでいつも使っております。外側はバルブが開いてスポーツマフラーになった時だけ、あ、バルブ見えますよね。これこの電子アクチュエーターというか電子モーターの方で、はい、バルブコントロールがされます。はい、そしてあ、バックモニターここに備わってるのいいですね。はい、バックカメラだ、ごめんなさい。はい、ボディにの中にで、このウィング今しまわれてます。あのこれ上げることもできます。上げるとニュイって上がります。5センチ6センチぐらいは上がりますかね。はい、さあ、まあ右から見ても一緒です。ボンネット見てみますか。はい、ジャガーなのでおそらく左側ですよね、ボンネット開けるのは。はい、はい、ありました。前ヒンジなんですよ。よっ、うお、軽っ。はい、もうね、不必要なものはないみたいな。エンジンカバーももうこのヘッドカバーがこういう風に見えるの珍しいですね。スーパーチャージャーになります。はい、5リッターの V8 スーパーチャージャーです。シリンダーの部分とか見えないですね。ホットインバンクでここに冷却系がもう全部内側に集まってカバーがされちゃってるんですね。ちょっとこれ面白い作りです。これカットモデルを見てみたいな。ほら、この見た目何事だみたいな。はい、わかりましたかね。ウィング出し入れをするとこういう形になります。はい、まあ迫力のスタイルです。ハザードこんな感じです。ちょっと前も見てみましょうか。ハザードライトかっこいいんですけど、すごいですね。この辺りイヤーモデルごとにちょっとずつ変わってるって言ってましたね、ライト周りのデザインは。でこの車は一番最新型で去年の12月前に下ろした車ですので、はい、 F タイプ。ちょっと排気音聞いてみますか、恒例の。
り激しい音がしますね。ここちょっと駐車場周りでも寝てる方いるので、もうこれ以上吹かせません。はい、じゃあちょっとこのまま室内行っちゃいましょうか。でジャガーは今僕ちょうど鍵持ってますけど、これで鍵ロックです。ミラーが閉まれます。でこれを押すと、解除で開くという、あ、いたいたいた、はいはい、これで解除で開くという形になります。はい、荷物室はこういう形です。もう完全なるツーシーターで、後ろ側はサスペンションの取り付け点とかこの辺りにあって、ちょっと膨らみはありますけれども、ゴルフバッグはうまくやらないと。でもうまくやったらここ逃げがあるので、うまくやったら細めのゴルフバッグだったらうまくやると入りそうですね。知恵の輪みたいになりそうですけど、このトノカバーが少し邪魔するかもしれないですけども、もしオーナーの方とかいたらちょっとゴルフバッグ情報とかコメントいただけると嬉しいですね。はい、床下は、あ、床下少しありますね。はい、床下あります。ちょうど手のひら1枚ぐらいの深さ感ですかね。はい、はい、じゃあ室内で、ドアの内張りとかもものすごい高級感あります。まあ1800万級の車ですので、はい、でそのままもう乗り込みましょうか。はい、暑いのでエンジンかけちゃいます。エンジンかけると SVR ニョキッと、ここエアコンがかかると、ここがうーんってせり上がってきて、エアコンの吹き出し口、涼しい風が出る、そういう感じです。集中のコントロールがあり、センターモニターがあり、はい、タッチ式です。なのでもう直接タッチ。まあ、とても近い距離にあるので簡単に触れます。まあ、このあたり助手席座ると、ちょっと疎外感を少し感じるかもしれないですね。もうすべて運転手のためだけに仕上がっているような、このコクピット感すごいですよね。はい。このコクピット感が特徴です。はい、スポーツマフラーです。外側のバルブを開くものです。で、ウィングです。今出してあります。アイドルストップを解除するものですね。で、電動パーキングブレーキ。そして、これが結構大事です。ダイナミックモード。カチッと。これ、スノーとか、ちょっと穏やかにする。で、ダイナミックモードにすると、モニターとしては、はい、赤系に、変わります。ちょっと光が光ってて分かりづらいですね。はい、荷物置きはもうこのぐらいです。本当に荷物置きが少ないんですよ。なので後ろももうここにあるぐらいですよ。だからお財布ここに置いときますかとか、そんなレベルになっちゃうんですよね。後ろ基本置けないですし、シート裏も。なのでこれは結構実用性で言うと、高くはないですね。結構困りますね。一回だけちょっと助手席に人を乗せた時にですね、やっぱ手荷物困りましたね。はい、置く場所がなくて。という状況に、ちょっと、なるぐらい、室内としては、逆に言えばそれだけコクピット感、スポーツ性、パフォーマンス、そこに振ってる車でもあります。では、走っていきましょう。さあ、ちょっとせっかくですね、今、品川でですね、ここ地下駐車場ですけど、今ちょうど新幹線戻ってきたところですけど、ちょっと所有する上でちょっとこれは知っておいてもいいと思います。かなり刺激的な指導音をします。これ好き嫌い相当分かれると思います。静かにはできないです。じゃあちょっと聞いててくださいね。エンジン始動します。これ最初エンジン冷えているので、オイルも全部冷えていますし、触媒も冷えているので暖気モードが入ります。暖気モードは早く触媒を熱してですね、暖かくして機能させるという。で二次エアーも多分これ送り込んで触媒活性化させてるはずなんですけども、その時の、特有のちょっと排気音というか大きい排気音しますので、ちょっと行きたいと思います。聞こえましたかね。ちょっともう一回行きたいと思います。エンジン始動します。スタートボタンを押します。でも先ほどよりももうすでにちょっと音はおとなしくなってますね。なので
まあ、キャタの部分、触媒の部分の温度に応じて点火タイミングであるとかを調整し、二次エアーの導入量も調整、まあ、バルブタイミングですねも調整して、今まだ暖気モードなので回転数は1400回転ぐらいですね。これが落ち着いてくるというものです。ちょっとうるさいので走り出したいと、あー下がりそう下がりそう、あちょっと静かになってきましたね。はい、これで暖気モード終了です。この低回転のボボボボというのはもう絶えずしている音ですね。